というわけで本日は世界で一番楽な筋トレ第2弾でございます。よいしょ。はい、今回はですね、足、背中、胸、お腹各部位3種目ずつの全身12種目でございます。まず最初にやり方や注意点、フォームなどを説明いたしますので見ていただきまして、その後に一緒にやっていきましょう。そして概要欄に目次を作っておりますので、そちらを押してもらうと種目を飛ばしたり戻したりすることができるようになっておりますのでご利用ください。初めて筋トレされる方でもできるような内容になっておりますので一緒に頑張りましょう。さあ、それではまず足の種目から説明していきたいと思います。まず最初の種目はサイドステップでございます。胸を張ってまっすぐ立ちます。そして足を横にステップしていきます。この時にもう片方の足は膝を軽く曲げて体重をかけてあげます。つま先と同じ方向に膝が曲がるようにしましょう。そんなに深くやる必要はございませんので、できる範囲で浅くやってください。慣れてきましたらね、結構リズムよくできると思いますのでご自分のペースでやってください。続きましてはニーアップ&エクステンションでございます。まっすぐ立った姿勢からまず膝を上げてこのまま伸ばす。そして戻す。膝を上げて伸ばす、戻す。横から見るとしっかりとバランスを取らないといけないので、体幹部、お腹や背筋にもしっかり力を入れた状態から上げる、伸ばす、戻す、上げる、伸ばす、戻す。バランスを取るのが難しいという方はこういった何か支えるものを掴んで、この状態で安定させながら行いましょう。もしくはですね、座って行うこともできますので、しっかりと座った状態から膝を上げて伸ばす、戻す、膝を上げて伸ばす、戻す。こういう感じで怪我のないように行ってください。続きましては45度バックキックでございます。こちらはお尻の種目なんですけれども、まっすぐ立った状態からややお尻を引いてやや前傾になります。あまりね、前傾になりすぎなくて大丈夫です。やや前傾になって、この状態から後ろ斜め45度に足を引く、戻す、足を引く、戻す。これもバランス感覚が必要になりますので、何か支えたりしながら行っても構いません。ポイントとしましてはですね、後ろに足を引いた時に上半身が同じようにひねってしまえばお尻の筋肉は使えません。さらに足の向きもつま先を上にすると太ももの前、股関節に効いてしまいます。お尻にしっかり効かせるためには上体はぶらさずに、かかとが上、かかとを後ろに蹴るようなイメージで斜め45度です。この時もね、反動を使って早く行ってしまうと腰を痛めてしまいますので、無理にぐんと上げすぎなくても大丈夫です。斜め45度後ろにかかとを伸ばすイメージで行ってください。続きましては背中の種目、ワンハンドラットプルダウンです。まっすぐ立った状態からやや足を開きます。この状態から斜め上に腕を伸ばして体側をストレッチ、ここから引いてきて肘を腰に当てるようなイメージです。伸ばしたらしっかりここでね、ストレッチを感じます。ただ単に腕を下げるだけではなく、胸を張りながら肘をぐっと腰に当てるイメージでこの背中の筋肉を運動していきます。そして肩を上げて行うと背中の筋肉は使えませんので、しっかり胸を張って肩を下げた状態で伸ばす、引く、伸ばす、引く、このように行ってください。続きましてはウイングフライでございます。まっすぐ立った状態から胸を張ります。お尻を後ろに突き出しながら前傾になってバランスをとります。この時ね、猫背になったりすると背中の筋肉が使えませんので、しっかりと胸を張る、お尻を後ろに突き出す。この状態から腕を後ろに持っていきます。腕を背中の後ろで寄せるようなイメージ、肩甲骨をぐっと寄せる、戻す、肩甲骨を寄せる、戻す。常に胸を張った状態です。猫背で行っても背中は使えませんので、胸を張ってお尻を突き出して背筋をまっすぐした状態で体側よりも後ろで腕を合わせるようなイメージ、ぐっと寄せる、で戻す、ぐっと寄せる、戻す。こういう感じで行ってください。続きましてはベントオーバーアームアップになります。こちらは先ほどの種目と同じように胸を張ってお尻を後ろに突き出します。この姿勢の時に腕をアップする、そして戻す、アップして戻す。先ほどのね、胸を張ってお尻を引いた姿勢に腕を上げながら繰り返して行います。続きまして胸の種目になります。最初の種目はフロントパームプレスです。胸を張った状態で胸のトップの位置で手のひらを合わせます。ちょうどこの骨が来てるね、この小手の位置でしっかりと両方から押します。そして指先を前に向けて胸を張ったまま肘を伸ばす、戻す、肘を伸ばす。常に胸を張って行います。戻す時にね、この内側に入れる力を抜いてはいけません。常にぐっと内側に力を入れた状態で伸ばして戻す、伸ばして戻す。この時はね、肩が上がってしまってはいけません。しっかりと肩を下げて胸を張った状態で行う。そして続きましてサイドパームプレスです。今度は指先が上になるように胸の前で手のひらを合わせます。先ほどと同じように内側に力を入れた状態から横に動かす。左側に動かす時は顔を右に向ける、顎をね逆の肩につけるイメージです。そして戻す。逆に行く時は顔は反対側の方を向きます。こうすることによって胸の筋肉を、ね、より収縮させることができます。続きましてはスタンディングチェストプレスです。まっすぐ立って胸を張ります。ちょうど胸のトップの位置に手をセットします。そしてこのままやや中央に向かって手が来るように肘を伸ばします。まっすぐではございません。やや中央、内側の方にね手のひらが来るように伸ばす。猫背になって行うと胸の筋肉は疲れません。よっけ胸を張ってしっかりと肘を伸ばす。常に胸を意識しましょう。続きましては腹筋になります。まず最初は椅子のような座れるものを用意してください。やや猫背になります。腹筋というのは肋骨から股関節までつながっておりますので、ここをぐっと縮めるようなイメージ、猫背になります。そして腹筋にしっかり力が入っているのを確認しながら膝を上げる、膝を上げる、ぐっと膝を上げる。この時も足を上げるというよりはしっかり腹筋に力を入れて腹筋で引き上げるようなイメージ。横から見ると猫背になった状態から足を引き上げる、足を引き上げる、このように行いましょう。続きましてはニータッチでございます。足を大きく開いてください。そしてつま先もやや外側、同じ方向に膝をちょっとだけ曲げます。そして手を上げてこのようなポーズをとって、ここから対角線上に膝をタッチしていきます。タッチ、タッチ。この時もただただ上から膝をタッチするのではなく、肋骨から股関節の距離を縮めて腹筋を収縮させた状態でタッチ、タッチ。余裕があってできる方は肘を当てに行くようなイメージでも OK です。そして続きましてはツイストの腹筋でございます。同じような姿勢をとって足を開いてやや膝を曲げる。この状態から手を前にして腹筋をしっかり縮めます。まっすぐ胸を張るわけではなく、しっかり腹筋を縮めてこの姿勢からひねる、ひねる。腹筋をしっかり意識しながらひねっていきます。ただ単に横を向くのではなく、下半身はまっすぐ正面を向いたまま上半身をひねるイメージです。しっかりとね、腹筋の横の方も刺激されますので、しっかり意識して力を抜かずに行ってみましょう。さあ、それでは一緒に今からやっていきましょう。行い方は10回行って、その後に10秒間行う。この10秒間行う場合は自分のペースで、少し早くできる方はやや早くやって、そのままゆっくりでできる方はゆっくりで大丈夫です。それでは今から全身12種目一緒にやりましょう。さあ、それではまずは足の筋トレから行っていきましょう。第1種目はサイドステップでございます。それではまず10回いきましょう。いきます。1、ゆっくりでいいです。2、3、4、胸を張って、5、6、しっかりと地面を蹴って足を意識して、8、9、ラスト。はい、OK。ここから10秒いきましょう。自分のペースでいいです。はい、はい、はい、はい。さん胸を張ってね、自分のペースでゆっくりでも大丈夫です。できる方はやや早く OK。 続きましてはニーアップ&エクステンションです。できない方はね、しっかり支えながらやってください。さあ、胸を張っていきますよ。まずは膝を上げて1、上げて伸ばす、2、上げて伸ばす、3、4、頑張りましょう、5、6。これ支える方のね、足も結構筋肉使います。8、9、はい、伸ばして OK です。さあ、ここから10秒いきますのでいきましょう。はい、できる方はやや早く、しかし1回1回丁寧に行いましょう。しっかり上げて伸ばす、しっかり上げて伸ばす OK。 続きましては45度バックキックでございます。胸を張ってやや前傾になって、まずは10回いきましょう。右足から斜め後ろに1、上半身は動かさないですよ。はい、3、斜め後ろ、はい、5、はい、6、無理して上まで上げなくても大丈夫です。1、8、9、はい、ラストいきましょう。10、OK です。さあ、今から10秒間いきます。せーの、1、速くなっても丁寧に、速くなっても丁寧に、お尻をしっかり意識して頑張りましょう。さあ、お尻の筋トレ OK。 さあ、続きましては背中でございます。ワンハンドラットプルでございます。はい、さあ準備して、まずは10回いきますよ。しっかり伸ばして引き寄せる、2、引き寄せる、ゆっくりでいいです。引き寄せる、伸ばして引き寄せる、胸を張って肩を下げた状態、6、7、8、9、ラスト10。さあ、ここから10秒いきます。せーの、伸ばして引き寄せる、伸ばして引き寄せる、自分のペースで大丈夫です。できる方はやや早く、引き寄せる、伸ばして引き寄せる、ラスト OK。 さあ、続きましてはウイングフライでございます。胸を張ってね、お尻を引いてバランスを取りましょう。さあ、まずはね、しっかりと寄せるのをね、10回いきましょう。いきますよ。はい、寄せて1、2、3、寄せて戻す、4、戻す、しっかりと肩甲骨を寄せて、背中効いてるの感じますか。はい、6、7、猫背にならないように、8、しっかり寄せる、はい、ラストいきましょう。10。さあ、ここからやや早くいきましょう。せーの、はい、できる方はフォームを乱さないように、後ろでね、羽ばたくように、羽をばたつかせるように寄せていきましょう。頑張って頑張って OK。 さあ、続きましてはベントオーバー&アームアップです。同じような姿勢をね、取りながら腕を上げていきます。まずは10回いきましょう。せーの、1、戻して、2、戻して、3、あー、背中効いてますね、4、頑張りましょう、5、はい、6、はい、きつい時はね、笑顔でやれるやれるぞと頑張りましょう。8、しっかりお尻を出して胸張って、9、はい、効いてきてますね、ラスト10。さあ、ここから早い方は10秒間ね、ゆっくりでも大丈夫です。はい、行きましょう。2、3、しっかり腕は上まで上げる、頑張って、ラスト OK。さあ、続きましては胸の種目、まず最初はフロントパームプレスです。胸の前で手を合わせて指先を前に向けます。さあ、このまま10回いきましょう。せーの、はい、戻して、肘は最後まで伸ばしきらないぐらいまでです。3、戻して、はい、4、胸をしっかり張って、肩は上げすぎないですよ、しっかり肩下げて、7、戻して、8、9、ラストいきましょう。10。さあ、ここから10秒早くできる方やりましょう。せーの、はい、常に手のひらは内側に力を入れてます。胸を張ってもう少し頑張りましょう。はい、OK。 さあサイドパームプレスです。今度は指先を上に持っていっていきますよ。せーの、10回いきます。はい、1、戻して顔は逆の方を向きます。はい、3、戻して常に力を入れたまま。4、はい、5、6、あ、胸効いてますね。7、戻して8、9、ラストいきましょう。 OK。 さあ10秒間いきますよ。はいはい、早く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 、胸には力を入れたまま胸を張って、もう少し。 OK。さあ続きましてはスタンディングチェストプレスです。さあ胸ね張ってやっていきますよ。準備していきますよ。まず10回しっかりと絞り込んでいきましょう。1、戻す。2、戻して胸を張って戻す。4、戻して猫ずりはダメですよ。5、6、戻して7、8、9、頑張りましょう。はい、10でございます。さあここから10秒いきますよ。せーの、早くできる方はやや早く、ね、ゆっくりでもいいです。その代わり胸はしっかり意識しましょう。はい、押して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  OK。 さあ続きましてはお腹の種目になります。まずはシーテッドニーアップです。座る椅子か台を用意してください。さあ腹筋をしっかり固めて猫背にしていきますよ。ここから腹筋チェックしてください。入ってますか、力。10回いきましょう。1、戻してゆっくりでいいです。2、戻して腹筋で引き上げるように。4、戻して5、戻して猫背になってますか。6、はい、笑顔でいきましょう。腹筋に効いてきた。8、はい、9、はい、ラスト頑張れ。 OK。 じゃあここから10秒間いきましょう。せーので1、2、はい、できるだけ早くですけれども慌てなくても大丈夫です。できる方は頑張りましょう。腹筋には常に力を入れて、効いてる効いてる OK。 さあ続きましてはニータッチでございます。足を開いていきますよ。まずは10回いきます。はい、1、しっかり戻す。2、一回一回の行動をしっかり戻す。4、5、はい、6、7、8、はい、9、ラストいきましょう。10、さあここやや早くいきますよ。せーの、はい、戻してちゃんとしっかり戻す。腹筋は意識してちゃんと1回1回のね、しっかり戻す戻す OK。 さあ最後の種目がツイストでございます。同じように足を開いてこのままひねっていきますよ。まずは10回いきましょう。はい、ひねって戻す。2、戻す。腹筋に効いてるでしょこれ。3、はい、4、はい、腹筋を意識して。5、はい、6、ゆっくりやると効きます。7、8、9、ラスト OK。 さあ10秒いきましょう。せーの、はいはい、これも一回一回ちゃんと確実に確実にいく。下半身は動かさない、確実にいく。はい、 OK です。お疲れ様でした。さあ見てくださいよ。いい感じでね、汗かいてますよ。世界で一番楽な汗第2弾でございます。はい、というわけでね、世界で一番楽な筋トレ、皆さんいかがだったでしょうか。できる方は全身12種目のメニューをやっていただきたいんですけれども、その日の体調によってちょっときついなとか体調の不良がある場合はですね、例えば足のトレーニングと腹筋のトレーニング、胸と腹筋のトレーニングとかですね、自分の好きなように組み合わせて行っても構いません。まずはですね、自分の気になるところをやって慣れてきたら徐々に増やしていくという方法もありますので、やってみてください。そして以前に出しました世界で一番楽な筋トレ第1弾とはですね、メニューが違いますので、今日は第1弾やって今日は第2弾などなど、そういった組み合わせもありますので試しにやってみてください。とにかく無理はせずに、しっかりとね、体を温めてウォーミングアップを行って怪我のないようによろしくお願いします。運動が苦手だなという方でもね、試しにやってみてください。本当に汗をかいたらめちゃくちゃ気持ちよくて、気づいたらあ、なんか体が軽いとか、血液の流れが良くなって体ポカポカするとか、すごい健康効果もありますので、ぜひぜひ継続してされることをお勧めいたします。さあ、それでは最後は一緒に締めましょう。いきますよ、せーの、パワー！